佐藤誠先生から講演を始めさせていただきます。それでは佐藤先生よろしくお願いいたします。あのただいまご紹介いただきました佐藤誠でございます。あの本日私もこういう対面での講演会って本当に久しぶりでありまして <laughs> あの楽しみにして参りましたが緊張もあのしております。 あの本日はあの、古代東アジアにおける交流の諸相というシンポジウムの中で、最初に45分ほど、あの神津け賛否と古代東アジアというテーマで話をさせていただきたいと思います。あのご承知のようにあの、2017年にユネスコの世界の記憶に、えー、神津け賛否はあのお、朝鮮通信使の資料と一緒に、あの 登録、無事登録したということでありますがあのこの光月賛否っていうのは特別史跡でありますあの山上碑、これが681年の碑文であります山上妃及び古墳という特別史跡それから特別史跡の多 田子比これが711年でございますそれから金井沢比これが726年でこれも特別席でありますがそれからあの構成されておりましてご承知のように高崎市の近接した地域に位置しておりますまあ、この地域社会と結びつい ている石碑であるというところに大きな特徴があろうかと思います。で、この周辺にはあのご承知のようにあの古代高漬の国の中心地としてのあの国府国分寺国分二寺などもありますし、あのもっと近接してはあのタゴ碑が置かれたのが古代タゴ郡とタゴ郡の宮家。 えー、軍が軍役所ですね、えー、とおお、まあ、一体であるというふうに考えられますが最近ではあの高崎市教育委員会の発掘調査成果によりまして神津家の国多子郡焦燥跡という多子宮家のお倉庫郡の焦燥跡も国指定史跡に、えー あの指定されておりますそれからお隣の,あの前橋市の山王廃寺跡なども非常に関係のあるこれはあの山の内と関係あと,あとでちょっと話しますけれどもあの関係するという史跡でありますけれどもこういったあの史跡群またあの国府が置かれたっていうこととも関連すると思いますけれども古代か、えー、みつけの国の あのまあえー、中心的な勢力であるかみつの君勢力の中心地であったと思いますけれどもあのお古墳群などもお この地近接した地域にたくさん分布しているということは皆様もご,ご承知だと思いますあのおそらく律令国家の時代に差し掛かる頃のお噛みつけるの君のおくつきとしての総者古墳群などもあのお近接してあると。 いうことで、えー、ございまして、これは、あの、様々な、あの、遺跡群が一体となって、えー、この地域の、古代史を明らかにする中に、い、上野賛否も位置付けられるというふうに、思って、えー、おります。で、ここでは、あの、特に上野賛否を中心にでありますが、これらの古代上の国の中枢部の、お 歴史というものが古代東アジアと密接な関係のもとに展開したその交流の中で日本列島の東国東国の中でも神津の歴史が展開していたということを見ていきたいというふうに思います。でもちろん 東アジアジとの関係、まあ、これは渡来人だとかいろんな関係がありますけれどもそれだけではなくてもちろんヤマト王権とか律令国家との関係、えー、まあ機内を中心とした中央政府との関係も密接でありますしそれ以外の東方政策の中で位置づけられる神戸の国ということもありますので、えー、国内といってもあの多様な 東国という東国諸国の諸国あるいは諸勢力あるいはさらにフロンティアである北方のエミシ勢力との関係も含めてですねあの多様な方向での交流の中で古代の神津けの国があったというふうに見られると思いますが。 あのその中で、先ほどまあ地域社会で,で生み出された石碑という文字資料がどういうものをどういうことを意味しているのかということについてあの総合的に理解していきたい、もちろん政治的な意味もあるし社会的な意味もあるし文化,的文化的な意味もあると思っておりますけれどもそれを総合的に理解したいと思っております。あの 多様な交流の中であのお,おそらくこれは時代を通して同じことが言えると思いますけれども古代においても今今より交通が不便であったと思いがちなんでありますけれどもあの多方面に多方向で、えーえー、非常に密接なあの交流をが展開されてその中であの。 おマト王権あるいは律令国家との関係渡来人の人たちとの関係その中で在地社会に仏教だとか漢字文化というものが展開し技術的な生産体系みたいなものも需要していく。まあ あのそういう,う世界に向けて開かれた中で、えー、この地域の歴史が展開しあのお石碑文字資料が残ってきたということを見たいと思います。あのまず最初にあのこれはざっと見ておき,おきたいと思いますけれども大和県時代のお上付の氏上付けの君氏ですね。あのおこの大和時代の地方豪族で君を ののを持つ勢力というのは地方豪族の中でもかなり有力な勢力だというふうに私ども考えております一般的な国の宮津湖だと与えというカバネをもらう勢力が地方豪族が多い中で奇味を持つものは例えば6世紀の前半に大和王権にまあ あの反抗した九州のつくしの君祝という有力な豪族これは九州で一つの,あの国家を形成し,しかけたような勢力だと思っておりますけれどもあのこのつくしの君も「あの日本書紀」の慶帯天皇の時の記事を見ると「高栗百歳神羅」高栗だら「幸贈百済新羅」「茅」からの「 日本列島に来る死者を自分のところに誘導して、えー、瀬戸内海を東に行って大和王権の方まで行くことをあの遮断したということが「日本書紀」に書かれております。つまり外交権を握るとというここですよねあのこれは あの大和王家にとっては大変生死に関わる問題であってあのそれ以前から和の豪の時代から中国の皇帝からあの和国王として認められることによって国内列島内における自らの地位を確立してきたそ,そのコースが閉ざされてしまうということで祝いの戦いというのはまああの大和王家にとって大変大きな あのお課題になったと言いましょうか押さえつけなくてはならない、えー、戦いだったと思いますけれどもそ,それを起こしたのは九州のつくしの「君」祝いで、えー、こういう「君」性をもらってるってことは「君」っていうのはあのお日本食的には「僕君」の「君」を使いますけれども別の言い書き方だと「君」っていうのは「王」って書くんですね。で えー、大和県のトップの大王は大,大王と書いて大君王は君なんですね。だから君の範囲内では大王も王も君なんですよ。 その中でまあこれは後に律令国家の段階では天皇というあの破格に高くなる処遇を得るということになりますけれどもですから地方勢力の君っていうのはまあ,あのそれぞれのおおお、まあ、王国の王というような見方もできなくはないと。 ということになります噛みつけるの「君」はそういう意味での「あの君」だろうと思っておりますでご承知のようにこれは右島先生の方があのもうまずご専門だと思いますけれども「神津の国」は古墳文化の優「ゆ」。 のであります全国的にもそうでありますし東国東国の中でもントツあの優秀な古墳文化を持つ国があの噛みつけるだったと思いますが今日はその中でもあの古墳についてはちょっと省略させていただきましてあの 「日本書紀」などに見られる「あの噛みつけぬの君」というのを見ていきますとまず有名なのはあの慶太天皇の時代の「武蔵の国の宮津湖の反乱」という記事がありまして武蔵の国の国の宮津湖の位をめぐって 笠原の値御身と笠原の値沖という武蔵の国の宮津子勢力が内部で争いをした時に一方の笠原の値沖がは近くの有力な勢力である噛みつ付布の君小熊に助けを求めた。 でこれは噛みつけるのを君の勢力が東国の中でも非常に大きな力を持っていたということでありますがそうすると争う対象の笠原の辺りは あの勝ち目がないということで誰を頼ったかというと中央の大和王県にすがったとでその争いで最終的には大和王権側が勝利して、えー、武蔵の国に四つ南武蔵の地に4つの三宅を置いて、まあ、直轄領を置いてこれを、まあ、制圧したと。 で東国への足がかりを作り後に神漬の国にも緑の三宅という直轄領の楔を打ち込んだというような記事が「日本書紀」にあります。まあ、この話を聞くとあの大和王権に対抗しうるような勢力としての噛みつけのの君という像も見えるわけですけれどもあの必ずしも噛みつけるの君は あの大王に立てついていたばかりではなくて大王権力と密接につながってもいたということが「日本書紀」をずっと見ていくとあの見えてえまいります。それはあの次の私のねじめの,あの2ページに入りますけれどもあの大和王権との関係の下ではまず上津家の,の君の,あの始祖伝承としてはあの 東国の統治のためにあの中央から派遣された主人天皇の王子であったあの豊臣信が「かみつけるの君」の始祖だという、まあ、これは日本書紀段階での祖先伝承だと言っていいと思いますけれどもあのこの「かみつけるの君は」はあの 君の統通や先祖はですねあの大和王権と結びついてあの反乱を制圧したりそれからあの東三道15国の都督に任命されたりしております、えー、つまり東国の名手としてあの大和王権から認められていると。 いうような記事が日本書紀には、あの、見られます。それから、あの、仁徳天皇の、55年上には。蝦夷との戦いに噛みつけぬの、お、田道という、豪族を、派遣すると。ただし、この、この人は、あの、蝦夷に敗れてしまったという、ことでもありますけれども。その後で、あの、お、世紀の前半には蝦夷の。 との戦いに噛みつけぬの君刀という豪族を派遣してこの時は恵比氏に実質的に戦いでは敗れてしまうんですが噛みつけぬの君刀という男性が妻を一緒に戦場に連れて行ってましてその妻の激励まあ鷹殿下といいましょうか。 妻の激励の下で奮い立ったことによってほとんど敗北してたのに恵美氏があの恐れをなして、えー、をやっつけることがあの退散させることができたというような妻の力によって勝利に結びつけることができたという物語が「あの日本書紀」には書かれております。でそれ以外にも「日本書紀」の中には「かみつけるの君」は大和王権が朝鮮半島にあの お遠征する時にその将軍としてあの任命されることが多かったという記事があのここにちょっと示したようにありまして。 663年の白村公の戦いの時もですね上野の君和子という人があ前の将軍ですね全軍後軍と言ったりするんですけれども全軍中軍後軍ということもありますけれどもその部隊の将軍として百済救援にふかあの使わすという記事があるようにえみしとの戦いあるいは朝鮮半島における戦いに大和王権が出兵する時 にその将軍としての任を果たしている。で、これはまあ朝鮮半島へのえっと東国っていうのは大和王権や律令国家にとっての軍事的な基盤であるということが言えます。例えば仁親の乱の時も東国の軍勢を動員することに成功した天武天皇が。 中央政府軍を持っている大友皇子の軍に勝ってしまうわけですよね。東国の軍勢を抑えた者が中央であの勝利するということでありまして。 あのこの東国は大和王の軍事的な基盤であったというのは私の恩師の井上光貞先生のご論文,でああの論文でありますけれどもあのそれ大和王はやっぱり上付の君に代表されるような東国の軍勢を とあの、まあえー、連携することによって蝦夷、えー、シだとかあるいはあの朝鮮半島における戦いを進めることができたそれとおリンクしたのが上槻沼の君であったということで先ほどの武蔵の国の宮津子の反乱の記事だけで見るともうあの抵抗対抗してるだけかと思いがちなんですけれどもそうではない面があった。でその際にはもう 大陸半島のあの半島の優秀な文化みたいなものも重要をしますしあの、まあ、それ以前にこう馬産なんかもあの導入してると思いますけどもこれも渡来人の,あの人たちとの交流の中でそういう文化をいや技術というものを導入していると思いますけれどもあの、まあ、非常にかあの東国にあり ありながらというとちょっと言い,言い方がまずいんですけども東国にあって非常に解明的なあのお世界に積極的に打って出るようなタイプの,あの豪族だったと見ていいと思って、えー、おりますで。ですから律令国家の下でも中央国家,国家はあの白村江の後の白村江の敗戦の後の国家的な あの防衛体制を築かなくてはいけないときに東国の軍団兵士を先盛りとして北部九州の最前線の防衛に動員するというわけですまあ、九州の人たちを動員してもいいようなもんですけれどもあるいは機内から動員してもいいようなもんですけれども一番強力な 敵に決して背中を見せない、えー、王権に尽くしてくれる軍事力として、東国の軍勢を北部九州の最前線にの守りに動員するというのがまあ先森であります。8世紀の後半に弥使との戦いがあの節日になってくると、先森を中止あの停止しまして、えー、陳兵として 東北の多賀城から先への,あの東北の恵比との戦いに東国の軍勢を動員するということになってまあ律令国家の軍事力を軍事軍事を支えたと言ってもいいと私は思いますさて神津賛否の話にもうそういう形で「あの神津家の君」という神津家の国にはそういう文化やあの。 どうなってましょうか一種の,あの世界を見る目みたいなものももちろんあの地方豪族を中心に持っていたということを今お話ししたわけですで神津賛否はあのおを考える時にはこれ681年7世紀後半711年の田子碑726年の金井沢碑 あの山のが年ですがこの時代っていうのは白村湖の敗戦の後ちょうどあの激動の時代ですよねそ,のそれこそあの先森が北部九州に行ったり律令国家がちょうど大法律令で形成確立してくるというような過程でありますけれどもその時代の噛みつけるの国の在地の人々地域勢力といいましょうか地域の人々地域社会と。 いうもののあり方を示すのが、私は上野賛否だろうと思っております。まあ、これを考えるときには、渡来人の人々のことを考えざるを得ない。えー、白村江の戦いは六百六十三年の敗戦で、それ以後、クダラからは大勢の。渡来人の人たちが日本列島に来ましたけれども、その前から、ええ、六百四十年代から。 東の高栗遠征始ままってますから、国連の人々あるいは新羅の人々もあの朝鮮半島が戦,戦場になった段階に大勢の人が日本列島には渡ってきております。これ日本書紀を見ますとたくさん記載があるわけでありましてあのその中ではあの例えばあのた多くの,あのく,くだら新羅小国の人々のが大勢来た。 あの中にもあのいろんなタイプの方たちが来こうくりの場合で言うとあのお先ほど駒郡司の駒郡司さんからのお話がありましたけれどもこうくり王の,あの系譜を持つような王族もあの渡ってきて。えー そして東国には716年に、えー、武蔵の国駒軍が建軍されるわけですけれどもその時には駿河、海相模、上総、下佐、日立、下野の7国から 駒人、駒栗から渡ってきた人、1799人で、えー、武蔵の国に集9人を武蔵の国に集めて、駒軍を設置したという記事が、食日本儀にあるわけであります。で、これは駒栗から渡ってきた人,た人々、全てではありません。 甲斐の,の国には駒軍というのもまたありますしあの全てではなくけどもその多くの人をあのそこに集,集めて、えー、住んでもらって、えー、と軍を置いたということに、えー、なるわけですがそれ以前の「あの日本書紀」にはさまざまな記事があ,あ,のありまして、えー、例えば「日本書紀」の「お お隣の下野国を例にとると新羅の人が渡ってきたという記事もあるし百済の人が渡ってきたという記事もありますこれらの人々一旦はあの機内周辺にもあの安置されることがありますけれどもその後多く東国に安置されます。あの東,東国に安置するというのはあのやっぱり、えっといい 生きていけるようにあのちゃんとあのおセッティングをしてそれを地方豪族に委ねて委ねるということだろうと思います。であのそれが後にあの 軍を営むということになるとこれはもう律令国家あの日本国の国民として、えー、と公民として租税を負担するようなたびになっていく最初のうちはあの例えばあの3ページの上からあの3行目に書いてある食日本議の養老元年七717年の上を見ますと「 コウクリ百済の2国の子卒あの兵士たちが本国の乱にあって日本列島に渡ってきたとで朝廷はそれが大変離れたところからやってきたことをアーレンで福を賜い身をえしむということで。 えー、支給してあの生活していけ,いけるように暮らしていけるようにしたという書き方があのございます。それ以外にも例えば「あの日本書紀」にはあのやってきた新羅の14人を下野国におらしむと。 あの他を分かちて、えー、その稲を分けて生業、えー、を安からしむというあの暮らしていけるようにあの生活ができあの整うようにセッティングしたというようなことがあの書かれております。であの中にはあのコウクリ駒軍のようにコウクの王族を含む 多数の人々があの安置される場合もあるしそれからあのお武蔵の国では後に、えー、758年に新羅、えー、軍が置かれるんですけども後に名前変えて新座軍になりますけれども新羅軍を置いた時には僧侶の32人尼2人。 男19人女21人といったような、まあ、僧侶というのはトップクラスの知識人だと言っていいと思いますけれどもそういった人々から白木軍が置かれるというようなこともあった山の上を見ますとこれ4行でいちいち読んでいられるかあれですが紳士の年の終月3日に「キスと書いてあって「佐野の宮家を定め賜える竹森の尊黒の尊」 黒目じこれ、えー、次の行で新川の海の子したたみのくねの孫黄金の海に芽あいて埋める子お最後の行が調理う調理の仕、えー、母のために印定めるふみなり奉公寺宋ということでこれは奉公寺すなわち、えー 寺書きの文字瓦が出土したことによって前橋市の三能廃寺であると国史跡の三能廃寺であるということが確実でありますけれども三能廃寺はおそらくあの「噛みつけるの君」をバックグラウンドとして7世紀代に「あのまあ、噛みつけるの君」も仏教を早くから導入して 山の拝寺のような立派なお寺をつく持っていたということになりますがその正式な僧侶となっている長利という僧侶がお母さんのために建てたあの印定めた石碑であるということでこれ681年のあのにあのお母さんのを先に書いてあるんですね。おお母母ささんん黒目とじとじいうお母さんは 佐野,の三宅佐野はご承知のようにあ,のあとの金井沢妃にも見,見られる下佐野郷というのがありますけれども佐野という地,あの地域であります高崎のちょっと南の方といいましょうかあののそこに宮家が置かれていてそれを鑑賞したあ管轄した竹森信子の子孫であってその人があの旦那さんとして 上野、えー、の国の新潟の海の子供であるしたたみのくねの子孫の大御の臣と結婚して生まれたのが調理という。 これ、えー、母系を中心に系譜が書いてあるっていうところがあの一つ重要だと思いますけれどもこれがおとあの石碑の隣にある山の上古墳とリンクするだろうと、まあ、いろんな意見がありましたけれども今では横穴式石室にあの追葬することが可能なためおそらくそこに黒目富士というお母さんが追葬されたんだろうという考え方が強いと思いますが。 このあのクロメトジーはあの三宅を管轄する豪族の娘であったと思いますがあのこれはまあ,あの噛みつけるの君ほどの第一代小津の国を代表する豪族ではないにせよあのこの佐野の宮家を鑑賞する地域の豪族としてあの有力な豪族だったと思いますがその豪族もですね これ681年以前に黒目富士はあの横梨石室にあの仮装されないで収まってますけれども息子は僧侶に育てられてるわけですよね。で僧侶になるためには漢字漢文の読み書き能力もお経を読まなくちゃいけないそれからさまざまなあのノウハウを身につけなくては正式な僧侶にはなれません。でこの漢文は実は実 調理という人は今日完全に読める立派な漢文に手慣れた人だと私は思ってますがこの 石碑の文章は和歌漢文といいましてあの日本語の語順で文字が書いてあってあの漢文知ってる人だったらもっと中国風に書くのになということはありますけれどもこれはおそらくこの石碑を見た人に分かるようにあの書かれているのだろうと私は思っておりますがあの相当早い時期にこの地域の豪族があの仏教だとか漢字文化を 若い調理という方針に育あの黒目土地が育て上げる過程であ,のがあってそれが 宏皇寺の僧侶になってこういうお母さんが亡くなった時にこういうあ亡くなった後でこういうお母さんを讃える石碑あるいは供養する石碑を建てたということだと田子碑の方は711年であのこの6行は有名でありますけれどもあのお弁官不数神助の国片岡郡水戸の郡神羅郡2行目ですね、えー 合わせて3軍のうちの300個を軍となし、羊にたまい、田子軍となすと、和、えー、道4年3月9日公印、えー、戦するはでしょうかね、戦す左中弁の正五位の下の田地火の真とそれから最後の2行が田政官日本。 穂親王これ太政治太政官事という役職でありますけれども穂積親の左大臣将に磯上の御と右大臣将に藤原御と藤原御とは藤原不妃のことでありますけれどもあのこれが711年にあの期日本議にちょうどですね上野の国の神羅郡の織茂郷と唐品郷と八田郷と公郷の4の 4つの号それから御殿の軍の麦号、それから片岡軍の山田などの6号6つの号、50個一里ですから6つの砂糖というとちょうど300個ですからあのぴったりタコヒと合うわけでありますけれどもを作ったという。これ中央政府の記録が、あの 日本儀に載ってるわけですがそれとぴったり合う,う石碑があの現地に残されているこれはおそらく建軍した時の最初の軍、まあ、最近だとまあ羊が建軍最初の軍事だろうという考え方が強いと思いますけれどもその建軍した記念碑としておそらく宮家の場所に建てたのではないかというふうに考え えー、られますこれについては諸国本儀の後ろの方の天平神後2年766年5月上に神津の国にある白木人お小お馬狩ら193人に姓、えー、吉井の村寺を賜うといいまして、えー、これは吉井の村寺っていうのは吉井の地名を「 宇品に持つうということでありますので、えー、今の高崎市吉井の地昔の吉井町の地でありまして、えー、吉井町の地に新羅、えー、から渡ってきた 小う馬たりたち193大勢のこの吉井の村地という鋼をたまるということはかなりあの有力な勢力だったといって差し支えないわけでありましてあのそういう有力な あの白木白毛系の渡来人の社会がこのタゴヒの近くの地にあったということが確実でありまして、まあ、タゴという軍の名前あるいは地元にカラシナ号があるというようなことも含めてお隣がカラ軍で勘、えー、なんですよね。あの でありました、まあ、カラ軍のカラっていうのはカラでありますのでそういう渡来系の人たちが大勢いた場所であるまたこの地の発掘調査をするとあの大変あの、えー、と石で作った糸によりをかける防水車に文字がか書いてあるものの一番日本で中心的な出動しているのはこの地域である。 これはあの群馬県の高島さんの研究などであの有名でありますけれども高級繊維製品であるを作るだけの技術を持ってかつこれ女性の労働だと思いますけれどもあの防水車にあの地名とか名前を 刻んでいいるととうこと、まあ、文字文化を身近に持っているということですよね、えー、そして高級繊維製品を作る技術というものを持っているこれもまあトライ系の人々の技術と連,連携したリンクしたことだと思います。 思いま,すまたこの地域は8世紀後半から9世紀ぐらいの瓦に文字が書かれたあの文字瓦がいっぱい出土していてその中にはその先ほど小またりっていうふうに言いましたけれどもかばねだとか性,性を持たない虎絵系の人の名前がいっぱい書かれているものがあるということで。 えー、ありましてそういうとらえ人の人び白木系とら人の人々との連携の中地域社会がそのとらえのし白ぎ系白ら人との連携の中でこの地域の生産だとかあ仏教文化だとか瓦に文字を書いておりますのであるいはあの漢字文化というものを身につけていたということがあの知られる。えっと か続いて金井沢碑を見ますとこれもまあざっとだけ読んでおきますと光月の国の群馬郡の下,下はあの佐野郷下佐野郷は佐野宮家の佐野佐野が神と下に分かれてその片方が下佐野郷だと思いますその高田の里おので宮家、えー、の湖南とかが七世父母お現在父母のお ために現在はべる家閉じである家閉じっていうのはその家を切り盛りり盛すする女性のことであります、えー、あの一応代表者は宮家の子なんとかっていう男性なんですけれどもこのこれから読む金井沢妃の経譜関係を見ると経譜の中心にあるのはご,ご,ご主人の宮家の子なんとかよりは 家閉じとしての家を、まあ、旅館でいうとおかみさんにあたる方ですね。あの 日本旅館でいうとお上にあたる人が家閉じであって長田閉じ。まあ古代は夫婦別姓でありますので、えー、旦那は三宅氏なんですけれども奥さんは長田君で君という鋼持ってますからこの人はかなり、えーとまあ、ちょっと格の高いあのお家の出自である面閉じという女性。その 「長田の君珍ずらと,じという家とじのもとに、えー、子供の金とじそれから孫の物の辺の君うまたり、えー、孫が3人いまして物の,物の辺の君うまたりとその次がひずめとじとその次が若ひずめとじという3人の男の子女の子女の子がいる。で娘の金とじはあの金ととじじはが 物の部の君と結婚したので子供たちは当時あの夫婦別姓ですけれども子供は律令の,あの戸籍制度によって夫側の姓を継ぎますので物の部の君というあの姓を子供たちは名乗ります。けれどもおお その子供のお母さんはあの、えー、この母方の性あの、えー、物のべを名乗らないということになります。で、えー、以上があの宮家の何とかとこ何とかと家閉じの長田の君めずらとじと三人のめずらとじの孫たちですよね。それ以外にもあのその六人と。お それとは別に知識を言うあの仏教の信者集団のことを知識集団って言うんですけれども仏教でもって心を一つに合わせたあまあ同,同盟を結んだ人々のことを知識あるいはあのといいますけれどもその知識を結んだ人々が三宅の恵美氏と そのの次に丸丸だと思いますそれからかぬちの磯辺君三丸この3人と合わせてこれらの人々が仏教信仰で心を一つにするという知識を言うたことを天地に誓願して奉仕するというあの使いつる石踏みであると人紀三年兵員の2月29日ということでこれは あのまあ経府関係を見ると家土地のめずら土地が中心になっております、まあ女性と仏教ということもありますけれども先ほども調理僧を育てたのは黒目土地なんで黒目お母さんの影響もあってあの僧侶になったということも言えるのかなと思い古代はあの子の子を養育する時き母方で養育しますので。あの えー、そういうことがあの母系がかなり残った社会があの東国には特にあったと思いますあのこれは中央でも実はあるんですけれども、まあ、それは今日お,お話の中心ではありません。で今お話したことをするとあのご,ご主人のみとかあの知識を言うた人が三宅氏を名乗っておりますカバネがないんですけれどもあの三宅氏を名乗ってますからやっぱり三宅中央政府との 尼崎県との直接的な関係があるところに新しい仏教だとか新しい技術だとかそういったあの文明みたいなものがやってくるということがあると思います。でそういう人々が仏教と結びついたり漢字文化と結びついているとそれから渡来人の人たちと結びついているということが言えるのかなというふうに思います。で あのちょっとまとめに入りますけれどもあの5ページの第3章の方なんですけれどもそういう意味であの仏教があの神津の国には早くからあの展開していて寺院としてはあのお話しした三能廃寺ですとかあの県の,あの東側の方でもあの東毛の方でも上植木廃寺だとか寺井廃寺というのがありますけれども。 あの山の上碑の宝光寺として山王廃寺があの非常に立派な寺院として営まれた様子は最近の発掘調査の成果でもあの見ることができるし家内財碑はその仏地域の,あの集団が地域の在地勢力在地社会の人々が仏教信仰を表明した石碑でありますからその地域の人々がかなり仏教に ああのを受容していいたととうことがわかるわけですそういうことを背景にしてあの山の絵も仏教の背景がありますけれどもあの漢字文化もあるいは新しい先進的な技術みたいなものもこの地域にあったと。 導入されていいたとととうことが言えると思いますで漢字文化はやっぱり石碑っていうのはあの不特定多数のその前を通る人々にあの自己主張する碑文を見せるためのものであります隠しておくためのものではなくてですからあのこの碑文を見る人々もあ,のある程度はその碑文の意味が分かる人。 であるということであろうと思います。地域社会としてですね、あのもちろんあのー。 なんてましょうか呪,呪術的に文字を見たらそれがありがたいものだという文字、えー、漢文の内容はわからないけれども漢字はありがたいものだというふうな見方もあ,のあると思いますが私はかなりの人があのこのトライ系の人が多いということも含めてあのおこういうものをあのこの地域ではですねあの 読める人々もいたんだろうというふうに思って、えー、おります。ですから、えー、と山の絵には「騎士定,定める文なり」って騎定める文なりあるいは「金井座碑」は「石文」といって石碑の「石碑の碑」っていう漢字は「石文」っていう訓がありますけれども石に文字を刻むとそれによって出来事が確定するんですよね。あの この当時も高等の社会はずっと、高等の世界があります。和歌を読むとか、高等の世界で住むあの時代から律令国家になると文字で、えー 書かなくちゃいけない時代になっていくんですね。その、えー、と律令国家っていうのはあの文書主義でありまして、中央からの命令や地方からの上申文書は必ず紙の文書で書いてあの伝えなくちゃいけない。あの多々品に見られる弁官府なんていうのもそうであります。私は弁官府っていうのはまああの。 中央の太政官の弁官から「かみつける」の国司宛に送られた「神の文書」それを多子軍の県軍者たちがそれを聞いてきてそれの主意文ですよね全文そのままではないんですけども主意文を書いてそして自分たちの県軍っていうのは「 中央の打上官の穂積親王や磯守のロウ左大臣や右大臣の藤原扶仁からのお墨付きをもらってこの県軍をしたんだと。で願わくは四死孫孫まで初代軍事の子孫がこの軍の軍事になりますようにというようなあの希望も含めて。 あの大きな字で「タゴヒをあのか作ったと思い,思いますけれどもあのそれは道行く人々にあの、まあ、見せつけるという機能があったと思いますがあの漢字ただしその日本古代日本の石碑ってそんなにたくさんないんですね二重、えー、もないわけでありましてあのその漢字文化を需要してこんなにあの狭い範囲にそれが集中しているというのが大きなあ私はの私は。 のこ,とでこの地域の人々がやっぱり渡、えー、来人と共とに文漢字仏教だとか漢字文化を地域社会として受容したことであの確実にあの金井座妃だとか山上妃はあの在地の地の 中小,中小豪族の地域社会の人々があの書いたということになると思いますのでそういう世界があってあの、まあ、ちょうどあの日本列島では 東国っていうとあの機内よりもずっと東のはずれだというふうに思われがちなんですけれどもそこで先進的に世界とつながって渡来人の人ともあの仲良く交流しながらあの多,多文化共生の世界を築いていたということを証明するということでユネスコの世界の記憶に登録されたということであろうかと思います。 あ,のおあとあのこ,この石碑が近代に。 再発見される過程でもあの中国や韓国との関係がちょあの江戸時代の朝鮮通信使を経由して中国にタ子比の託本が渡ってあのそれで中国での文化人があの会社の処方として珍重した。 ことが後に明治になってから新国公使館の文化人によって日本の書家のもとに伝わってきて日本の書家がタコ碑を再発見したということにつながるんですけれどもまああのお そういう意味でもまあタコシ再発見の話もあの含めて東アジアとの密接なあのし交流の中であの親しい交流の中で あのこういう文化遺産があの形成されそれが大事に残されて伝えられて今日もま,あまたあの大事にしてこれからさらにあの保存と活用していこうということになっている,いるということを思い起こしたいというふうに思いますすいませんちょっと伸びてしまったようなんですが私の話はこれで終わらせていただきますどうもありがとうございました。